¡Suscríbete!
今日は、東北ネバーフォーゲットね、アマデウスでございます。3回目になります。このイベントの目的は皆さんご存知ね、チャリティーでございます。少しでいいのでね、気持ちを届けましょう。よろしくお願いします。ジェイズメモリーズです。彼ボーカルどお皿なじみです。他メンバー他人です。 他人でもね、ここはね、そんな言ってる場合じゃない。もう一つにならないとね。どうすんだ、一つになりましょう。一つになりましょう。俺の話かぶってる、かぶってる話がかぶってる、そうかぶってる、今、そうくん。気持ちはわかるけどね。そんな気持ちでね、ジューンスカイウォーズをコピーして、彼はもう追っかけしてね、もうメンバーとも Twitter で友達やからね。今日も早速Twitter で送ってたな。 純粋の小林君にね、嬉しいね、そういうね。やっぱ人間なんですよ、プロでもアマでもね。アマデウスです。僕たちできることを、僕たちができないことを届けましょう、皆さんで。お願いします。ね、
僕たちも演者ですけども、お客さんも演者ですから、よろしくお願いします。演者いいこと言うね。経験はしてると思うんですけども、そのジュンスカイウォーカーズ1988年、5月にデビューしております。当時は僕らがね、16歳ぐらいの15、6歳の時にデビューしてるんですけども、彼らはもう23歳ぐらいでデビューしてはるんですけども、やっぱりね、僕ら今45、ね、でも現にジュンスカイウォーカーズもだいぶ
年配なんですけども、やっぱね僕らは別に仕事家庭いろいろ持って、で時間を作ってこういうね素晴らしいこのアマデウスに参加させてもらってるんですけどね、やっぱりなかなかね歌い手はねもう45ですから、なんだってねその辺はちょっと天井がだんだん低くなってきてるっていうのが現実問題でね、はい、だからねスタジオ行くときはいつもねランニングしてくるんですよ、約30キロ離れたところからね、その精神にのっとってちょっと、あと残り3曲です、デビュー曲みんなで盛り上がる曲、最後はねマルヒの曲がございますのでよろしくお願いします。イエーティーエー何だかの昨日キーワード、掛け声でキーワード言うからね、多分知ってる曲あると思います。あちこちで、ジュンスカイウォーカーズ復活してあちこちのテレビ局が取り上げました、その中で一番多かった曲を、やります。僕たちの時代、僕たちの時代、僕たちの時代、はい、僕たちの時代です。アマデウス1、2、3、4。Yeah.
清志郎が僕らのために残してくれた雨上がりの夜空にで盛り上がろうじゃないか。
もありがとうございました。ジェイスレバリーズ、アマデウス一つやりましょう。チャリティー募金もお願いします。ありがとうございました。あのね、今日さ、僕に朗報があるの、日本酒置いてる。以上。